はい、どうも、こんばんは。今日はですね、何年だ、2018年の8月の11日、夜中の5時、あ、5時じゃない、夜中の0時52分です。よろしくお願いします。いや、ちょっとね、昨日ね、彼女と喧嘩しちゃってね、ちょっとリスナーさんに恋愛相談でもしようかなと思って、枠を開きました。はい、わどつ。みそつんいらっしゃい。どうも。まあ、結婚してるわけじゃないからね、あれだけど。はい、お疲れ。ほとけんさんいらっしゃい、わどつ。はい、ハッチわどつ。あ、なんかアドトラックっていうアイテムあるんで、もしよかったら、無料アイテムと有料アイテム、アドトラックにしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、わだつ。なんか恋愛って難しいよな。はい、チャンリーわだつ。マキちゃんわだつ。風船ありがとう、ホトケンさん。どうも。どうなんだろう。俺はでもね、思ったけどね、配信者は独り身の方が実はいいんじゃねえかなとかも思ってるんだよな。どう思う？あ、ちょっと待って、Wi-Fi 取ってくるわ。こっち側でも音いい？イヤホン外しちゃうんだけど。コーヒー買ってこようかな。どうしよう。彼女いない方がいいのかな。のんちゃんのことは大好きだけどさ。LINE で電話するときは配信中だけね。配信外で電話かけてきたら殺すぞって、すごい低音で言われるよ。配信中だったらいいよ。家の中で配信雑談してるときは、LINE いつでもかけてきていいっていうルールだから。俺のプロフィールページ読んでみて。俺はいつでもトツウェルカムだから、どんな内容でも受け付けるよ。ただ、配信外で、なんか、やってくるやつは、めんどくさい。だから、そっち側も受話器開いてさ、和道に凸するっていう、和道に相談するとかいうタイトルで、お互い枠開いて凸かけりゃいいんだよ。そうそうそう。そしたら時間無駄になんないから。でしょ？それでいいんだよ。パートナーは気苦労多いっていうか、まあまあそうでしょう。配信者の彼女、どうなんだろうな。配信者は彼女作らない方がいい説っていうのは俺はだんだん分かってきたよ。彼女作んない方が正解なんだよ。一緒にいたいとかあるけれども、一緒にいて、いや、彼女大好きなんだけど、さすがにね、映画のことと、配信のことに支障が出るんだったら、俺は別れるべきだと思ってるけどね。どうなんだろう。やっぱさ、自由人の宿命なんだよ、これは。自由人にもさ、そうそう。やっぱ飯食ってかないといけないわけだからね。飯を。和道ギャルズたちが花火投げてくれてるわけだから。恋愛関係がどうのこうのじゃなくて、やっぱ好意を持って接してくれてるからね。支障あったよ。独身型っつうか、まあ結婚はしないだろうな。パートナーはいた方がいいと思うけど。結婚はもうしないんじゃないの。だって今、だからキキキリンがいいこと言ってたよ。なるべく若いうちに結婚しなさいって。なんだろう、人を見る目ができちゃうと結婚できなくなるよって。要は結婚は過ちだっていうの。勢いがないとできないよって言ってんの。ありがとう、マムさん。花火ありがとう。それは正しいと思うの。
若いうちに結婚するべきなんだよ。でもね、30超えてね、目が肥えてきたらね、結婚なんかしない方がいいっていうのは分かってんだから。そうそうそう、あれは勢いでやるもんだから。うん、いや俺ものんちゃんに出てもらいたいと思ってるけど、まあのりこがほら出たくないっていう気だから、それって配信者と付き合ってる意味あんのかって思うもん。まあ松本人志はほらもうだから芸人極めてさ、もう芸人としてはいいんだっていうのが見えたじゃん。もう芸人としての限界で撮ったでしょ、映画監督としても限界で。だからあれから丸くなったじゃん、それでいいんだよ。まあ、松本人志はもともと有言不実行っていう美学を持ってる人だから、タバコは絶対やめないって言っててやめたし、体鍛えないって言って鍛えてるし、あのね、自分と同じ顔が家の中でうろついてたら吐き気がするっつって子供可愛がってるし、あの人はだからそういう生き方だから、うん、いや俺は結婚はしないかな。うん、そうそう、好きなことができるかどうかなんだよ。うん、そうだよ、ほんとほんと、結婚っていうのはだからね、また別だと思うから。別にまあ結婚は俺ものんちゃんもする気はないからいいんだけど、まあ、パートナーとしてどうなんだっていうさ、もう唯一ダメなところがあるとしたら、その女の嫉妬なわけじゃん、のりこの場合。もうそれ以外パーフェクトだよ。まあ寝てるだけだからパーフェクトもクソもないんだけど、だからちょっと困っちゃうよね。おお、66さんいらっしゃい、ワード2。嫉妬は自信がないから、いや昨日言ってたよ。だからのんじゃなんでその写真ね、他の人に嫉妬するのに自分はモデルになってくんないのって、配信出てくんないのって、コラボするなっていうのは出てよって。そしたら私は自分がブスだと思ってるから、自分が画面に映ってブスブス言われると自信がないんだって言ってたよ。うん、いや別にさ、それはなんだろう、まあ綺麗な顔立ちしてると思うんだけれども、俺はのりこのことはね、まあでもそのなかなかのババアなことはババアだからそれね、20代の女の子とさ48を比べ50だよ、もうそれさ肌の張りに勝てるわけないじゃん。でも別に俺らはそれを求めてないじゃん、まあ、ババアでも美しいもんは美しいし、俺はババアでいいっつってんだからさ、俺はのんちゃん綺麗だと思ってるから、そう、むしろ面白いじゃん。なんでさ、だから女を捨ててほしいんだよね、そう、綺麗に見られたいっていうさ、ちょっとシワがあったりするぐらいが面白いんじゃんね。だから愛子さんとかさ、ああいうズーズーしいぐらいがちょうどいいんだよ愛子さんとかさ、リリーとかさ、あのババアたちを見習ってほしいんだよ、本当に。そうそう、ありのままでいいのにっていう。うん、PC だね、俺は LINE。あ、だから、ね、今、PC だから、今かけられちゃうと放送止まっちゃうから、携帯で放送してるときは絶対かけないで。うん、そうそうそう。コンプレックスがあるんでしょう。うん。あれは嫌だけど、あれくらいのズーズーしさは見習ってほしいじゃん。あれがいいか悪いかって問題じゃなくて、あそこまでズーズーしい人たちがいるんだから、リリーとかアイコとかさ、ババアたちがいっぱいいるんだから。うん。のりこはそういう性格なんだから、無理意地したらかわいそう。だったら付き合うべきじゃないでしょって話よ、ビリー。だったら俺と付き合うのはそもそも論として合ってないって話よ。わかる？無理意地はしてないのよ。いや、のんちゃんが無銭飲食したら愛子さんなんて余裕で超えるでしょ、超面白いでしょ。まあじゃあ愛子になれっていう話じゃないから、別にババアでも堂々と配信すればいいんだよっていう話よ。20代の女と張り合おうとしてるのがそもそも違うって話よ。そもそもどの辺に惹かれたの？惹かれたっつうかさ、別にさ、もう子供じゃねえんだからさ、子供じゃねえんだから、別に一緒にいて普通にさ付き合ってくださいとか言う30過ぎてそんなんじゃないじゃん。別に結婚しましょうとかお付き合いしてくださいとか、別に自然といて自然と付き合うもんだと俺は思ってるから、自然と離れるもんだしね、え楽しいじゃんね。うん、
だからなんか気にしすぎなんだよのりこは。じゃあのりこに配信に出ろっていう話をしてるんじゃないのよそういう話をしてるんじゃなくて、配信に映りたくないんなら配信をやってる時に邪魔するのはダメでしょって言ってんの、うん、言ってる意味わかる、うん、別に配信を始めろとか言ってるとかじゃなくて、俺は配信者だし俺は映画を撮りたいって言ってんだから、その邪魔をするのはダメよっていう話よ、うん、そもそもで、その配信やってるのが気に入らない、あの映画撮るのが気に入らないってなっちゃったら、人間関係そもそもリスペクトがないでしょって話よ。うんうん、うん、まあのんちゃんいい子よすごく。困ったもんだよ。だから俺の本当の理想はね、もうね本当にねパーッと勝手に来てね、パーッとね部屋片付けて、パーッとご飯作って、パーッとフェラチオして、パーッと帰ってこう女性がいいねもう勝手に気づいたらフェラチオされてて、別の女が入ってきて、気づいたら料理作ってて、気づいたら部屋が綺麗になってて、もう気づいたらなんか女がまたがってるとか、なんかそういうのがいいよ。いや本当にそれがいいんだって。いろんな人が出入りして、あ今日はお前かみたいな。奴隷じゃない、失礼なこと言うな。失礼だ。だからフェラチオしたい人がすればいいと思ってるから。俺フェラチオ好きだから、うんうん、じゃあもうだから女と絡むのが嫌なんだって。奴隷募集したらいいのに。いやだからもともと募集をしててのりこが来るようになったんだよそう、奴隷ではないから。じゃあだから俺に尽くす女をがいいのよ。女リスナーどころじゃないよ。俺がのりこが付き合い始めた頃、のりこが言ってたのは全人類のメスを滅ぼすって言ってたんだよ。だから今女の人いる？これ見てる女の人が今生きてるのは俺が止めたから生きてるんだよ。のりこは和道さんが浮気しないように全人類を滅ぼすって言ったんだよ。つまり女が滅びたら男はこの代で終わりながら、全人類は次の世代で終わるところだったんだよ。だからねえやとかまきちゃんとかは感謝して俺に、うん、感謝して。初代ポケモンロハコさんだな、うん、俺の最強ポケモンロハコさんだ、うん、3代目ぐらいじゃないの、のりこはメインポケモン。そう、それは俺のおかげだから。俺のおかげ。海宝の掃除嫌がるところじゃない。海宝のことブロックしてるもん。海宝のこと大嫌いだよ、うん。じゃあ、あのね、じゃあ俺のさ、もうみんな俺の性格知ってるじゃん。俺の性格知ってるじゃん。俺はとにかく自由でいたいのよ。やりたいことをやっていきたいのよ。じゃあ俺にね、配信するなとか映画撮るななんて言ったら生きてる意味ないから。うん。でしょ？だから、そんな俺が好きな人じゃないと無理なの。もうどんどん配信やって、どんどん映画撮って、早く撮ってとかさ、もうそういう人じゃないと無理、うん、もうケツ叩くぐらいじゃないと。最初はのりこそうだったのにな。配信バンバン出てたし、もう超応援してたのに、なんでこんなになっちゃったんだろう。不思議だわ、なんでなんだろう。最初すげえ応援してたんだよ。でももともとリスナーだしな、なんでこんなになっちゃったんだよ。のりこは好きだよ、うん、のりこは全然好きだよ俺、うん、のんちゃんといて楽しいもん。だからそこに文句は言ってないもん。守りに入ったのかな、何なんだろうね、わかんない。なんか俺が配信やってて昔は楽しそうにコメント一番書いてたから、本当にあれだよ、
一番の囲いだったぐらいなんだもん。ずっとコメント書いてたの。それがね、いつの間にかね、配信も見なくなっちゃって、何なんだろう。はあ、いや、ガチで嫌がってるよ。そんなこと言ったってね。はあ、え、救急車？いや、のりこが嫌がることをしてるわけじゃなくて、俺が楽しいことをやってるだけだから。うん、そうそう、もともとティロってたんだよ、のりこは。いや、別に連絡はしないけど、うん、俺は誰にも連絡しないけど、うん、毎日一緒にいたら見たくないんじゃない？てかね、毎日一緒にいるで寝てるだけっていうのも嫌なのよ俺は、うん、そうじゃなくて、のりこはのりこのやるべきことをやってもらいたいの。のりこにもやるべきことはあると思ってるから。そう、寝てるだけじゃんここで。いや、家でも寝れるわけじゃん。別に寝ててもいいんだよ。そう、ただそのだったら応援するとかさ、何かあるはずなの。俺だったらそうするけどね、うん、そう、依存なんだよこれは。依存は嫌なの。共存したいの俺は。そう、依存はいらない。リスナーとの関係も依存は嫌なの。共存したいの俺は、うん、まあ何回も話し合った結果これだよ。そうだよ。いや、ねえやなんか知ってるじゃん、うん、古いんだから。もう分かんない、別に絵じゃなくてもいいのよ。別に何でもいいの。もう本当に寝てるだけだから。いや、18時間ぐらい寝てるんだよ。いや、18時間ぐらい寝てるよ。本当に、リアルに18時間ぐらい寝てるよ。何かやってもらいたいの。もうこのままだと、のりこ、このまま本当に、もう死んじゃうよ。本当に。いや、すごいっつうか、まあ、病気だからさ。何でもいいのよ、別に。才能なんかいらない。なんか楽しいことを見つけてほしいの。まあ何にも変わってないからね。むしろ悪化してるからね、うん、俺なら別れるな、うん、まあだからそういう話をしてるんだよ今、うん、まあ、別にのんちゃんが嫌いなわけじゃないからね。そこはあの伝わってると思うけど。パソコン何言ってんの？のりこのパソコンすげえからね。あの、なんだっけ、エイリアンのマーク入ったゲーミングパソコン持ってるんだよ。なんだっけ、あのエイリアンのグレイ、リトルグレイのさ、顔が書いてある超ハイスペックのパソコンあげたらじゃない。のりこのパソコン半端ねえからゲーミングパソコンのなんかすげえ、あの超ハイスペックなやつだから、グラフィックボードとか積んでる。そう、あのグレイのやつあるじゃん、有名なやつ。睡眠薬っつうか、まあまあもうとんでもない薬の量だからな、うん、いや欲しいって言われてもね、うん、で、あ、デルなんだ、あれ相当スペック高いよねあれ。なんかのりこの部屋にボンと置いてあるよ、うん、どうしたらいいんだろうな、うん、みんなだったらどうする。もうすげえ頭を抱えてるんだけど。いやもうね、だから昨日ね、まあ話をすると配信が終わりました。お風呂もうトイすごいんだよ俺の部屋。見る、あの鮫島さんに部屋勝たせって言われたから部屋勝たしたんだよ俺。もう見て、ベッドの上も勝たした。床が見えるでしょ、ほらほら、ここ綺麗にしたんだよ。すごいでしょ。キッチンの床が見えるでしょ。通路もできたんだよここに。超綺麗になったので、お風呂も便座外して便器の裏まで洗ったのよ。もう超ピカピカにしたので、すっきり汗を流してね、もう寝ようと。で言ったの俺は、のんちゃん話があるって、フェラをしてくれって言ったの。のんちゃんペロペロしてくれって言ったら、のりこなんて言ったかって言ったら、嫌だっつったの。えっと思って、
なんでのんちゃんペロペロしてくれないのって言ったら、和道さんが浮気してるって言うのよ。ココア様と浮気してるっつって、いやココア様がモデルになってくれるから写真の練習するんだよっつって、もうそっから怒鳴り合いだよ、怒鳴り合いだよ、もういやもう壮絶な怒鳴り合いだよ。そっから俺が枠つけたんだよ昨日。いやココア様が和道さんの写真ちょっと撮ってもらいたいって言ったのよ。いやだからいいよっつって、うん、そう、じゃあ別にペロペロして、それはペロペロしてもらいたいでしょ、毎日1日3回ぐらいペロペロしてもらいたいよ、うん、ペロペロは一番重要なとこだよ、うん、ペロペロが一番大事だよ。じゃあペロペロがないから別れたいっつは、ペロペロがなくなったら別れますよ、それは。ペロペロがなくなったら俺はもう終わりだよ、そんなもん。ペロペロしてくれない彼女なんかもうそんなもんいらない、うん、そう、毎日してもらいたい。俺モテるよ、ねえや、何言ってんの、俺モテるから。まずそこがねえや勘違いしてんだよ。世界の和道だから俺別にモテるよ。俺と付き合いたい女なんか腐るほどいるんだよ。俺のことペロペロしたい女が何人いると思ってんの、うん、じゃあペロペロしたい人花火投げてください。俺のことペロペロしたい人花火、あ、いないの、マジか、うん、セックスはいい、うん、ペロペロしてほしいの、うん、エア花火ありがとう、うん、残念です。まあいいや、まあまあそういう状態だから今わかる、残念な状態だから、うん、1日2回はちょっともうおじさんだから無理かな。2日に1回でいいよ、うん、2日に1回ペロペロしてもらいたいね。いやさ、のりこが満足するとか満足しないとかペロペロするしないの話はじゃないから、俺は映画と配信を自由にさせてくれって話なのよ、自由に、プラスアルファペロペロがあったらなお良いみたいな話だから、プラスアルファの話だから、それはのりこが満足するとかしないとかの話はしてない。その話を聞きなさい。論点ペロペロじゃないから、そう、映画と配信はとにかく自由に、プラスアルファペロペロしてほしい。じゃあペロペロ優先じゃないから、うん、配信撮ったら何もないよ、ただのクズだよ。いやだったらもう俺に1億円ぐらい渡してもう自分のものにしてっていう話になってくるでしょ。もう私が生きてる間私の全財産あげるから私の言うこと聞いてっていう、そうじゃないわけじゃん、俺も生きてかないといけないわけですよ、うん、のりこ連絡来るのかな、どうなんだろう、わかんないけど、いやちゃんと話をしないとダメだよね、ちゃんと、いやだからね、付き合わないでセフレにすればよかったんだよ。あの変な話だけどこれね、いやひどいって話に聞こえるかもしんないけど、みんなひどいって言わないでよ、女性の人、これ本当に彼女のことを思って言ってるんだけど、ね、ペロペロ、ペロペロじゃないペロペロにとらわれるな、ひどい、もうひどいとかじゃなくて、いや違う、いい、まだ早い、あのね、ちょ聞いて、体だけの関係の方が良かったんだよ多分。いや本当にこれはだってもうさ、肩着じゃないわけじゃん配信者なんか。
ネットヤクザですよ、こんな生き方は。わかる？わかる？もうリスナーから金をもらい、普段やりたいことをやって働きもせず、もう最低な風天の虎みたいなもんなんだから、車虎次郎みたいなもんなんだからね。だからやっぱり妹がやっぱ悲しむ、家族がやっぱり迷惑な存在なわけだから、ペロペロヤクザですよ、うん、もうどうしようもないわけだからでしょ、うん、いやいや、そこは自覚あるっつうか、もともとそこは自覚あるよ。これで飯食ってんだから、リスナーさんからこうお金をもらってる、要は乞食だから、うん、いや仕事よりっつうか、まあ仕事だと思ってないけど正直、うん、そうそう、毎日金持ちからワンチャン狙ってるだけだから、金持ちが1万円とか2万円くんねえかなっていう、いやそうだよ、毎日どっかの金持ちが気まぐれで1万円俺にくれねえかなっていう、それだけのためにやってるわけじゃん。そう、偉そうにリスナーをもてなせとか、なんか配信は初見をとどめる技術だとか偉そうなこと言ってるけど、本音を言ったらただ金持ちから小遣いもらいたいだけでやってるからね、うん、働きたくないから、ぐうたらしたいから、金持ちから小遣いをもらいたいためだけにいろいろ知識をこねくり回したりとか、偉そうな態度を取ったりとか、いろいろ試行錯誤をして、ありとあらゆる手段を使いね、仮想配信者を踏み台にしながら俺は生きてるんだよ。わかりる？ねえ、そういうヤクザな商売をやってるわけだからね、このピュアミンたちを騙しながらねやってるわけだから、ヤクザですよ、ヤクザ。うん、鮫島さんね、俺ちょっと言いたいことあんだけどね、綺麗事言いすぎ、最近の鮫島さんは本当に綺麗事言いすぎで、オカリナさんの紐で野郎だからね、あいつは。なんかちょっとカッコつけて、俺はリスナーさんは金じゃないと思ってるからいいんだよ、ちょっとお小遣いもらえれば、だから俺は仕事やるんだよとか言ってるけど、紐じゃねえかてめえ。家賃も払ってもらって、電気代も水道代もオカリナさんに全部払ってもらって、何がリスナーさんから金、紐野郎だからね、あいつ。完全な紐がなんか偉そうに語ってるけどね、ただの紐野郎、ただの紐野郎が綺麗事言ってるだけだから、本当に、あ、いや本当でしょ。オカリナさんがいなかったらどうなってんだよ、あれ。オカリナさんありきだから、あんなもんは本当に紐代表だよ、あんなもん。いやそうでしょ、うん、俺オカリナさんが1万円渡してるの7回見てるよ、たったこの1年間で。オカリナさんが文句言いながら鮫島さんに1万円渡して7回、もう今日これ今月最後だからねって言いながら1万円渡してるの7回も見てるんだよ。7回だよ。俺そんなに会ってないよ、あのカップルに、うん、毎回金もらってるから、うん、7万円は見てますよ、7万円分は、うん、プラスリスナーさんからお小遣いちょろっともらってるからね。まあいいや、言いたいこと言ったわ、うん、あんなゲームやってるだけじゃねえかよ、ほんと汚ねえよ本当に。そう、うん、まあなんか急なとばっちりが言ったな、ひばっちり。まあ俺は養ってる、あ、いや、まあ食費代ぐらいはね、まあ出してあげてるから、まあ月5万ぐらいはかかってるかもしんないけどさ、それは別にさいいんだよ、うん、だって彼女なわけだしさ、うん、やっぱりご飯一緒に食べたら美味しいわけだしさ、別に変なお金の使い方ではないわけじゃん、彼女にご飯。まあなんか最近ちょっと頭にくるのが当たり前みたいになってて、俺はね、ある時からだよ、最初はね、付き合いたての頃なんかさ、和藤さん家賃とかさ、電気代とか半分払うよなんつって1万円とかなんか1ヶ月に1回置いてったり、可愛いところあったんだよのりこも。最近はよ、あいつよ、もう財布も持ち歩かなくなったからよ、おいっつってよ、
お前よって、俺もさ別に裕福、今食えてるからいいけど裕福な生き方してねえぞっつって、なんでお前財布も持ってねえんだって、金出すの当たり前だと思うなよっつって、てめえの飯代ぐらいてめえで持ってこいよっつって、金持ってんだからっつって言ったよ。そしたらよ、最近よバッグは引っ提げるようになったけど財布なんか出さねえよ。そう、もう、あ、だから小敷の小敷になり下がったんだよのりこ。いやちょっとさ、俺だってさギリギリの生活してるわけじゃん。で一食1000円で1日2食2000円で1ヶ月だったら6万もかかるわけよ。で電気水道光熱費家賃とかさ全部出してるわけじゃん。それでさ、それでだよ、映画とか配信とかによく口出しができるなって思うの。そう思わない？いや冷めてるなら冷めてるで別に別れればいい話だから。いやこっちは食ってくのに必死なんだからさ、リスナーさんからさ花火を恵んでもらって生きてるわけだから、財布持ってかないくだりやめよう。なんで？いや財布は持ってかないダメでしょ。なんでやめないといけないの？それはダメでしょ。持ってるのに出さないのはなぜ？いいよってカッコつけたんじゃない？いや最初はだからいいよ今日は出すよ今日は的なノリだから、俺は今日は出すよみたいなノリだったのが、ファドーさんはノリ弁は買ってくれるんだみたいになってるんでしょ。じゃあ今は持ってるけど別に会計の時出したりとかしないからね。わかる？和道とのんちゃんの喧嘩って面白い？いや違うでしょ。シズラーに連れてってるんですよ僕は、シズラーに。初心忘れたらダメだよ。電話する？電話する？え、のりこに電話する？そろそろ電話必要？どう思う？のりこに電話した方がいいかな？どう思う？電話する？じゃあさ、俺携帯今ネット止まってるからさ、一回 LINE するからコラボ枠に上がれって言えばいい？じゃないとみんなに伝わんないから、コラボ枠に上がれっていう、感じでいい？ OK？ そしたらみんなも聞こえるじゃん。裏で台本書くから、打ち合わせとかもあるし、こういう絵ああいう絵って、台本書けるし、配信一回止めて。じゃあ一回台本書くわ。じゃあちょっと次枠はのりこ枠ね。お疲れ様。いや台本と打ち合わせ必要でしょ。5分間みっちり台本書いてくるからちょっと待ってて。はい、お疲れ。次枠で、まあ家計費の話あって台本に組み込んどくね。お疲れ。マグロの下りも入れようね。32分ぐらい。どうも、のりこが電話に電話、アドです。どうも。死んだのかのりこ。いや電話出ねえわ、悲しみ。電話に出なかったわ。死んだかもしんねえわ。出なかったわ電話。寝てるわ。はい、ワード2。寝てたわ。死んだかもしんねえわ。なんかさ、おすすめのジュースない？もうさ、タリーズのコーヒーも飽きたし、モンスターエナジー頭痛くなるから、和道の定番ドリンクを変えたいんだよ。なんか美味しいさ、紙パックコンビニとか、なんかジュース、美味しいジュースない？なんかおすすめ。オランジーナはちょっとおしゃれじゃん。なんかパリピが飲むもんでしょ。ドデカミンはね、鮫島兄さんと被るからやだ。テンガーって何？テンガーってどこ行っても売ってないんだけど。テンガー、ブドウ水はね、
中学校じゃなくて、成田に住んでる子超ハマった。ブドウ水なんか超ハマってた時期あるわあれ薄いやつだろ、なんだろうね、ブドウ水ハマる時期があったね。あれはでも高校生とかね、10代の頃よく飲んでたなすっげー飲んでたね。でかいし安いし。ブドウ水、ピックルもハマってたけどね。ピックルね、あれ知ってる？ビリー、ピックルってあれ500ミリあるじゃん。お腹必ず下すでしょ、みんな。みんな下すはずなの。ドクターペッパーいいね。みんな500飲んだら下すでしょ、お腹。これ間違いなく下すはずなんだよ。あれって5日分なの知ってた？あれ詐欺なんだよ。ヤクルトと同じぐらいで、ピックルの中見てみて。1日 100ml を目安にお飲みくださいって、バカじゃないの。あんな 500ml で売っといて 100ml を目安にお飲みくださいって書いてあるの知ってた？みんな。桃水もハマったね。うん、ドンキで売ってんの？いや、わざわざドンキ行きたくねえな、うん、わざわざ行きたくない。そうなんだよ、ピックルはお腹下すんだよ、うん、何がいいかな。まあドクターペッパー好きだけどね、美味しいよね。俺あの A&W のルートビアも大好きだからね。大人のコンビニ、何それ、大人のコンビニっていうのが俺にはないんだけど。そうだから下るんだよ、あれね。騙されたらダメだよ。ピックルの裏の小さく書いてあるから、うん、あれびっくりしたよ、あれ発見した時これ5日に分けて飲むのっていう。あ、ガラナって、あ、で、俺違う、あの、うん、高田のババの、ちょっとごめんね、コアな話になるんだけど、これみんな飲んだことあるかどうか、あのアンケート取りたいんだけど、インカコークってすっごいうまい飲み物があるんだよ。インカコーク飲んだことある？みんな。ガラナで思い出したんだけど、インカコークって言って、ペルーかどっかでシェアナンバーワンのコーラがあんの。もうコカ・コーラが唯一、ペプシもコカ・コーラも負けた国があるの。それがインカコークなの。俺インカコーク大好きなの。高田の馬場のドンキに売ってるんだよね。高田の馬場のドンキホーテにインカコーク、超絶うまいよ。いや、インカコークね、アマゾンで輸入できるよ。超うまいから飲んでみて、インカコーク。いや、インカコークはね、甘ったるいけど、もうね、炭酸も、あのね、なんだろう、あの、なんとも言えないんだよね、インカコーク。いや、飲んでみて、飲んでみて。あのね、アマゾンで売ってるはずだから。ちょっとね、珍しいコーラなんだけど、好きな人は好き。甘ったるいよ。で俺ね、意外とね、コーラでキリンのコーラが好き。キリンのコーラ美味しい。今度飲んでみて。なかなか売ってないから、アマゾンでも手に入れるしかない。炭酸キリンでしょ、キリンがメッツでしょ多分。うん、意外とね美味しいよね。あの俺コーラをさ、もう20種類ぐらいのコーラ買って、キキコーラ対決やりたいんだけど、企画で。面白そうじゃない？キキコーラ対決、コーラソムリエ。インカコークは黄色だね。でコーラの味じゃない、もうインカコークはインカコークだから。メロンソーダとかに近いのかな、味が。なんか独特の甘さなんだよね。すげえうまいよ。ルートビアはまあ、いや、インカコークはちゃんとコーラだよ。ベースはコーラ。うん、何飲もうかな。なんか今あのね、俺が好きなのはね、あのブルーサワーみたいなのあるじゃん、ブルーハワイか。うん、いやー、ガキツカのね、ててーん、ワードアウトだよね。私が飲んだのはインカコークではございませんやりたいねそうそうそうアウト、うん、便所タイキックうん、あれやりたいよな。あの企画は結構面白いよね、見れるよね。なんか最初はハズレ枠だと思っちゃうけど、じわ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 来て案外ありだなっていう、うん、タイキックだから、ハイキックじゃないよ、タイキックね。うん、
一発目に外れるのは面白いパターンだよ。あれ狙ってやってるだろう。もう一発目に外すのはね、あれはねむしろやらせだと思ってるから。むしろ芸人たるゆえんだよ。あんな面白いに決まってるもん。あれ絶対分かってやってるだろう。なんかあんまり言われないけどさ、やっぱ遠藤章造面白いよね。俺遠藤大好きなんだよね。ダイナマイト四国とかホホホイとかも超大好きなんだけど、もうやら、もうああいう風にならないのかな。もうみんな年だからな、おじいちゃんだからな、ガキつかメンバー。うん、丸くなっちゃったよね。遠藤たけし微妙そう。やっぱダイナマイト四国とかさ、なんか大型イベントの時の遠藤の安定感大好きなんだよね。遠藤がいたらなんとかなるみたいなさ。遠藤がさ、やっぱ本番に強いっていうかさ、大型イベントの時の、え、あの遠藤のその看板張れる感がすごい好きだったんだよね。女清水って何？あ、千秋と別れた、あ、まあでもあの辺が面白かったよね。千秋と別れたあたりの遠藤が一番面白かったよ。あの遠藤章造のオナニーの話知ってる？結構ね、芸人さんがラジオで語るんだけど、遠藤章造のオナニーの話で検索してごらん。めちゃくちゃ面白いから。遠藤章造の鉄板ネタなんだけど、テレビで放映できないやつなの。なんかフルフェイスをかぶってガンガン自分で喘ぎながら、フルフェイスをかぶって喘ぐ声ガンガン叫びながらオナニーするとか、あのもうとにかく叫ぶのよ遠藤は。オナニーするときもう窓全開にして、まずタワーマンションの最なんか上層部からガンガン喘ぎながらオナニー、ベランダでオナニーするとか。いやすごいよ、遠藤のオナニーはすごいって松本人志も言ってるぐらいだもん。うん、高校時代の話じゃないよそれ。千秋がいじってるバージョンと松本人志がいじってるバージョンの、あとね加藤が話してる、極楽の加藤も話してて、あいつ俺の家に来てすごいオナニーやるんだよとか言う、うん、なんかね結構ね、あの遠藤章造のオナニーの話は俺結構好きなんだけど、テレビでは放映できないんだよね。結構あのネットとかでも噂になってるよ。うん、いやだからオナニー、あいつのオナニーはすごいって噂になってんの。もっとね顔アップの方がいい、マメさん。もっと顔アップ引きすぎ、うん、あのね遠藤のオナニー、オナニーマスターみたいになってんの芸能界。ありとあらゆるオナニーを経験してる。なんかネットでねまとめサイトとかあると思うよ、遠藤のオナニー伝説、うん、ねえ。パソコンがあったら紹介する枠とかやりたいんだけどね、今携帯配信だからできないよ、うん、携帯配信ができない。なんかあと千秋がさ、遠藤はバカすぎるっていうさ、遠藤がいかにバカかっていうくだりを話すのとかも最高に面白いよね。お兄って呼ばせてたのも結構面白かった。お兄ってなんだってだったから。お兄って呼べって言われてるんですって。なんか妹設定なんだよ。すげえ面白い、うん、お嬢様清水っていう飲み物があんの、うん、いやだからさ、ゆいがさんと言ったらとろけるカフェオレ、鮫島さんと言ったら ドデカミンみたいな感じでさ、和道と言ったらポカリスエット、やっぱり、うん、なんか定番の飲み物はねやっぱ大事だよね。定番の飲み物は、うん、いやゴレンジャイはめちゃめちゃ面白いでしょ。俺一番最高傑作あれモリビルだと思ってるもん。
森ビルはさ、子供の頃意味が分かんなかったけどさ、大人になるとすげえ笑えるんだよ。そう、六本木ヒルズとかさ、天下の森ビルっていう、森ビルっていうグループ会社があるの、不動産屋ので、六本木ヒルズとかさ、赤坂の土地とかを買い占めてる森ビルで、一番強いやつだと思うヒーローで来いって言った回があって、まっちゃんが森ビルって言ってビルの格好してくるときあれ笑ったよ。まっちゃん権力好きだなみたいな、うん、プロテインは飲まないかな。なんだろうね、妹が、妹とセックスするっていう性癖があるんでしょそういうのもじわじわくるし、あと俺が好きな回、ガキツカの回はさ、あの田中なんだっけ、田中がねグレる回があるんだよ。ああ田中だっけな、なんだっけな、結構面白いんだよね、田中がグレる回破天荒なのすげえ田中が、うん、回るボインノーパンしゃぶしゃぶって言ってきた、あのその回、森ビルの回はね、東野がノーパンしゃぶしゃぶで来んのそれもすげえセンスあって、ノーパンしゃぶしゃぶって言って、バニーガールの東野で、もうあ、今回は東野だな、天才だなと思ったけど、まっちゃんが窓から森ビルって来た時に、そう、際どすぎて子供が全く理解できない笑いっていうか、もう超シュールなのがじわじわくるっていうか、大人になってわかるっていう笑いだよ。森ビルってすげえ発想だな、天才だなみたいな。産ませてよっていうか、トカゲのおっさん好きだったな、うん、あとなんだっけ、フライングなんとか、この首のやつ好きだったな俺、首のやつ いやー、まっちゃんコントもう無理か、なんか面白かったよな。てかコントの全部の基盤をもう作ってたもんね、松本人志がね。すげえ面白いよ。産ませてよ、産ませてよ、あんまりグッとこないんだよな俺。トカゲのおっさんの方が面白くない？俺ミスターベター大嫌いなんだよね、あれすげえ殺意湧く。いやもうやりきったでしょ、もうね、もう松本人志はもうね、もうかね、どんだけの企画生み出してるよ。あで、まあ今で言ったら、あれ一番力入れてんのあれじゃん、あのバトルロワイヤルみたいなやつ、なんだっけあれね、千原ジュニアの、あのトークイベントで発表したんだよ。誰か1000万テレビ局投資してくんねえかっつって、これねテレビ局じゃ無理なんだよって、どっかケーブルテレビでやりたいんだけど言ってもいいっつった。ジュニアさんがいいよ、いいっすよ先輩、松本さんいいっすよっつって、芸人が100万それぞれ持ち出して何でもありで個室の中で笑いを取るねんって言ってて、なんだっけそれ、ネットフリックスでやってんじゃん、あの今一番力入れてんのそれでしょ、なんだっけ、俺見たことないんだよねあれ、でもすっげえ面白いらしいよね。うん、なんだっけ名前が分かんねえな、ネットフリックスでやってるやつ、それめちゃめちゃ面白いっていうよね。だからすごいよね、いくつになっても面白い企画考えてんだもんね、半端じゃねえよな。なんだっけな、誰か番組名知んない？あの1000万争奪のやつ、ドキュメンタルだ、そう、ドキュメンタルはその千原ジュニアのあの何十歳、40歳限定ライブみたいなので発表したの。 YouTube に動画残ってるよ、千原ジュニアの、要は松本がゲストで来んの、舞台でもうドームみたいなところでジュニアが喋ってんだけど、ゲスト松本さんですって言って2人で滑らない話やるっていう企画で、こうサイコロ、ジュニアか松本かしかない2面サイコロので、それで松本が出た時に、ジュニアちょっと関係ないんだけどこの話させてって、ちょっと誰かケーブルテレビかなんか全く関係ないけど通してくんないかなって言って、絶対ウケるねんこれって言って、まあ案の定ウケたよね。
でも結構ねネットテレビがね、ドキュメンタルって何系列だったっけ、サイバーエージェントとテレビ朝日がなんだアベマ TV でしょ、でドキュメンタル結構ねテレビ会社が入ってきてんだよね、なんどこだったっけな、ネットフリックスはどこだったっけ、もう各局がねネットとベンチャーでタッグ組んでやってるよね。あ、こんな時ホリエモンが生きてたらフジテレビとね先駆けてやってたのに、どこだったっけな、ちょっと要はアマゾンプライムはどこ系列ってもうあのテレビ局と提携してやってるんだよ、だから LINE ライブはどことかあるんだよ、だからテレビ局の制作会社とか何回か俺出入りしたことあるの、呼び出されて、でそこ行ったらやっぱりね番組表、自分たちの制作番組の中に Amazon プライムとかやっぱ Netflix とか書いてあるよ、最近あの ABEMA TV の何々とか、だからテレビ局の人間だから、あれ冠番組作って自分たちで権利持ってやってるよ、制作会社見入りがいいんだろうね多分。まあ、まだねあの回収はできてなくて投資段階だろうけど、まあ、ネットテレビはテレビ超えるだろうね今後。一本グランプリは面白いでしょ、でも一本グランプリってもう10年ぐらいやってない、一本グランプリはだからその大喜利だよ、いや笑点だよね、あれは笑点の松本人志版だよ一本グランプリ、あれ面白いでしょ、でもまあでも強いメンツがもうねバカリズムが無双しすぎだしさ、まあ、有吉もね強いし、まあ一本グランプリはもう完成したテンプレートができちゃってるから、滑らない話一本グランプリ、まあ24時間の笑ってはいけないシリーズ、まあねさっき言ったあのなんだっけドキュメンタルとかすごいよね、どんだけヒット飛ばすんだよみたいな。音声プツプツする、延長チケット10枚貯まったんじゃないかな、わかんない、ホリケンも意外とねトークできるよね、トークできるっていうか大喜利得意だよね、ホリケン意外だよな、やっぱ持ってるん芸人、俺ホリケン嫌いだったけど一本グランプリ見たからいい感じだなとか思うようになったもんね、俺バカリズムとか劇団ひとりとか大好きだから、なんかああいう系が好きなんだよね、すごく似てないバカリズムと、あの要はねちょっと文学的というかさ、あこいつ本書いても面白いだろうなみたいなのが、バカリズムのコントとかバカリズムの舞台とかよく見るね、やっぱ面白いの。バカリズムは先生だね、まあ無理だけど頭の回転が良すぎるあの人、まあやっぱねドラマとかの構成とかもできるし、いやバカリズムすごいよ、結構番組の裏方やってるからね、構成作家で入ってたりドラマとかも作ってんじゃんバカリズム、いや才能あるよねあれは、結構羨ましいっつうか、ああなんか才能すげえなって思うね、うん、のんちゃんうんそわそわすんの、あ違う俺 ADHD だから普段上半身しか映ってないけどずーっとパタパタ動いてるよこうやって、あこれ病気、なんかくね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 したり足プラ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 したりとかもう病気なのこれ、これが ADHD、 ずっと動いてないのダメだ多動、そうそうそう、普段は上半身しか映してないから動いてないように見えるけどずっと貧乏ゆすりしてるから、これが ADHD って注意欠陥多動性障害っていう病気、今全身映ってるから珍しいからさ、なんでこいつそわそわしてんだっていう、もう俺こんな感じだよ普段ずっとそわそわしてるよそう、あんま気にしなくていいよ、これ ADHD っていう病気、注意欠陥多動性障害って、ま
まあね、普段は隠してるからね、画面に映さなきゃバレないけど、なんかね手足とかはなんか動いてないと落ち着かないの。ペロペロしてるときはマグロペロペロされてるときはマグロだから微動だにマグロ、冷凍マグロ。なんでクズなの、うん、ペロペロされることに集中したいんだよ、うんうん、生々しいよね、うん、寝なくて大丈夫、うん大丈夫だよ。だって俺起きたの夕方じゃなかったかな、むしろ今俺の中で昼ぐらいだね。昼飯食って、さっき何食った、俺ケンタッキー食ったんだ、そうだケンタッキー食った。でも昨日のすき焼きの残りがあるから、すき焼きの肉とか余ってるから、後ですき焼きご飯炊いておこうかな。ご飯炊いておく、後でお腹減った時に。もうのんちゃん作ってっつってものりこはもういない、のりこ連絡取れないんだけど、もう別れるってことなのかな。っていうか飲み物だよ、ご飯の前に飲み物をどうするか、飲み物買いに行こう。ちょっとすき焼き、まあたまにはね、やっぱ、いや電話のコーナーじゃなくて、だからのりこ連絡つかない、いつも人の話聞いてねえな。ご飯炊くわ後で、すき焼きも後で、連絡来る、なんて言えばいいの、うん、なんて言えばいいのそう、俺の部屋のさ、あれ鮫島さんにプレゼントしようとしたあれなの。え、鮫島さんさ、なんかお前喧嘩売ってんだろって言う。これさ、去年の沖縄で買ったんだよ、くない？これさ、鮫島さんにお土産買わないとと思って、サメの歯、これかっこいいでしょ。で、俺ちっちゃいの買って、鮫島さんには一番でかいやつ、3つ買ったんだよ。これ中くらいので、一番でかいやつリスナーさんが欲しいって言ったからさ、買い取ってくれるっつったから売っちゃったんだけど、これいいでしょ？部屋とかに飾ってたら。え、でも鮫島さんにめっちゃ怒られて、お前俺が歯がないの当てつけだろうとか言って、そういう意味じゃないのに、なんかさ玄関とかにこれか飾っておいたらかっこいいじゃん。でいい、えなんで笑うの。俺本当に当てつけとかじゃなくて、お前俺の歯がねえの当てつけだろうってめちゃめちゃ怒られたんだけど、うん、鮫島さんにプレゼントで買ったんだけどね、なんか怒られた、逆にいらねえやそんなもんとか言って、なんかちょっと便所さん好きなアイテムとかいっぱいあるよ。ほら角とか牛の角とかドクロの、これはあの瓶とかをここに加えさせんの。だからなんて言えばいいのかな、だから便所さんと趣味一緒だから、鹿の角とかもあるし、だからこういうさペットボトルとかをこうやってさせるの、だからお酒の瓶とかを飾っておく用のホルダーの、これいいでしょ、透明のホルダーで後ろからライト抱くと光るよ、これいいでしょ。あとキラーマシーンとさまよう鎧とか、カズマさんの照れ隠しなのかな。カズマさんめんどくさいよね、いい大人なのに。カズマさんとの付き合い方がちょっとめんどくさいよね。そうペロペロ、うん、もっと可愛いのとかないよ俺の部屋は。可愛いのなんかないよあるわ、星のカービィとブルマがいる、あったわ、かわいいの、かわいいのはここ、俺の本棚にブルマがいるわ、星のカービィ、スライム、ブルマ。このブルマめちゃめちゃかわいいんだけど、すごいボイン、このブルマ超かわいくない、これ竜王、大の大冒険、竜王、ブルマ、うん、ブルマよくない、ブルマ超セクシーでしょ、ブルマ。ロマンティック欲しいよね、ロマンティックか、このブルマ可愛いよね、これいいよね、超当たりじゃん、こんなに可愛いブルマある、すごい造形がすごいよね、うん、
ブルマ、このブルマはね家宝にしようと思ってるから。このブルマ、大の大冒険、スライム、竜王が並んでるのもいいでしょう。かわいいよね。小さいブルマもいるし、あとスケさん、これはスケルトンのスケさん、ユイガさんじゃないから、これ人体模型、本格的なやつだから、うん、ほら全身の骨格あるからね。スケさんだよこれ、スケルトンのスケさん、うん、あ、便所さんのなんか介護官だから、便所さんの部屋結構憧れてるんだ。飲み物買おう。よいしょ。買おうかな。あれが我が家です。一軒家みたいでしょ。あそこが僕の家、プリンセスガーデン。何飲もうかな。麦茶作ればお金置く。いやそうなんだけどね、麦茶、いやあるんだよ、ウーロン茶とかお茶とか。いや Wi-Fi、 ポケット Wi-Fi、 今 Wi-Fi 支払ってないから切れてんの。レンタル Wi-Fi だよ。人体模型いるよ。だから男の子の憧れの部屋を作るのが俺の夢だからさ。違う違う、タムタムからもらったのはまだ開けてない。あれ飲むよ今度、静岡のお茶。あれは取っといてる。じゃあ俺が言ってるのは安いやつ。ほっとけ味付く。いや分かってるよ、うん、なんか自販機があそこいっぱいあるから、なんかグッとくるのがないんだよな。生活保護の時ね、もうどうしても甘いもの飲みたいでこれ飲んでた。500ミリで110円だから、うん、閑静な住宅街だからね、高級住宅街だから。これいいよね、これは当たりで。もうカフェイン取りすぎだからこれダメ。そうそう、そういうののんちゃんがやってくれたらいいんだけど。あ、これか、メッツ、キリンだねやっぱ。そう、ここ違うよ、だから高級住宅街だよ。ほらちょっと行くともうビル群だからすげえかっこいい。タワーマンションだらけだよ。かっこいいでしょ。だからもう向こう行ったら都庁なのよ。都庁とかヒルトンホテルとかだから、ほら都庁見えるでしょ。歩いて5分なんだよ。そうだからすげえノスタルジックなんだよ。ここだけ、この一角だけ住宅が、なんつうの、商業っぽいっていう。力水最近飲んでないな。何飲もうかな。かノスタルジックでしょ、うん、気に入ってんだよね、プリンセスガーデン。エリア5ってノリコは呼んでる。で家賃高いよ。だから俺家賃6万で高っって言われるけど、この辺は 1K で家賃14万とかだよ。ピーチファンタ売ってんの。だから西新宿に住んでるっつったら大体もう最低でも12万かかる。だからもう芸能人とか住んでるエリアだもん。ほらタワーマンションばっかりでしょ。ほらこっちもタワーマンション、もうタワーマンションだらけだよ、うん、だからちょっと歩くともうほら高層ビル群だね。なんかねここだけノスタルジックでいいんだよ。ほら
高層ビル群散歩しようか。な、日本一高いマンションだもん。今度大阪が抜くらしいんだけど、あの今ここに映ってるあれが日本一高いマンション。いや不思議だよ本当に。超高級住宅街だよ。そう、一角だからね。ここはね、渋谷と中野の区の境なの。新宿と渋谷と中野のクロスしてるところ。だからさっきさ、家から出て通り一本行くと渋谷、裏の通り一本行くと中野になるの。新宿の外れ。この辺星だから真っ暗だって。うん、ヒルズじゃないよ。なんか美味しいジュースを求めて旅に出よう。あーやべえ、ケンタッキーの時にあのなんかシェイクみたいなの買ってたからあったじゃん。ちょっとみんなしっかりしてよ。ちょっと俺ケンタッキーの時に400円のさ高いシェイクみたいなのあるから家にあるじゃん。めちゃめちゃ美味しいドリンクが。マジかよ、家賃高いよ。だから6万っていうのが奇跡ぐらいの安さの。西新宿で6万みたいな。だからみんなの感覚で言うとあの家って1万8000円とかなんだよ。なんでそんな安いのみたいな。事故物件みたいな。いやとりあえずジュースは買おう。マックもね、なんかだんだんおしゃれになってんだよ。こうホームレスのたまり場だったんだけど、すげえおしゃれになったわ。マックが、マクダーナーが、マクダーナーが。新宿駅だと西、いやあのここは新宿駅から、あほらあれが新宿の高層ビル群よ、国運タワー。もうこの通りに来るとちょっとビルっぽいっていうか、向こうが都庁とかの。だからね、新宿駅から歩いて15分20分ぐらいかかるよ。24時間で。あれ何、スライムコラボやってんの。あ、星空とコラボしてんだ。マックすげえな、星空。マックでファンタなんか買わないよ。マックでファンタなんか買わないよ。いやー全然良くないよ、全然良くない。田舎の方が面白いよ。だってさ、ファミマ見ててよ。こっちの通りにファミマがあるでしょ。でそこにファミマがあるんだよ。ファミマ、ファミマで、ちょっと2分歩くとローソン、セブン、ファミマだよ。俺成田の感覚からすると分かんなくて、1でここにファミマ、2、3、4、5ってあるんだよ。どんだけだよ。すごくない？ファミマ、え、見えてる？みんな TMT？ ファミリーマート、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ファミマってあるから。うん、ワイはだつ。いや東京はやっぱファミマ強いよね。コンビニだらけだよ。まあ、こんだけ人が住んでるわけだから。のりこはこっから飛び降りようとしたかんの。あれこのビルだっけ、のりこが飛び降りようとしたの。え、のりこが飛び降りようとしたビルどれだ。この辺だよ。あの20万再生いったのりこの自殺配信、どのビルだっけな。あれマックの前だから、あそこだ。あのビルから飛び降りようとしたんだのりこ。いや俺の YouTube にあるじゃん、のりこの飛び降り配信。あそこら辺マックが見えてたもんね。あそこのビルだ多分。あそこのビルから飛び降りようとしたんだよのりこ。ですね、だからね、最近のリスナーはのりこのこと知らないんだよ。のりこはもうめちゃくちゃだから、もう毎回ヘラると大変なことになる。20万再生いってるよのりこの飛び降り配信。いやブチギレてたもん、ね、警察に突き出したこと何回もあるから。
三井住友ビルはどこだろう。あ、っていうかそこの交差点の先、三井住友はすぐそこ、歩いて5分で向こう行くと中野、のりこの血で死ねって壁に書かれてたこともあったもんね。ダイイングメッセージあったもん。のりこの血で俺の部屋の壁に死ねって書かれてたことある。で枕に包丁が刺さってたこともある。最近のリスナーは知らないのか。のりこは結構破天荒だから、なんか温厚だと思われてるから、そう放送で女が映っただけでずっと粘着コメントが1ヶ月ぐらい続く。カルピスは売ってない。メロンカルピス限定だったのかな。スーパーに行く。去年の12月だったら大人、だいぶおとなしくなってる。のりこは。まあ俺もなかなかなメンヘラだからね。メロンカルピス美味しいよね。メロンカルピス飲もうと思ったけど、スーパー行く？スーパー、こっちのファミリーマート行ったことないから行ってみようかな。たまになんか品揃えが違うんだよね。このファミマどうなんだろう。ないな。ないか。ないな。メロンカルピスがいい。カルピスじゃない。メロンカルピス。紙パックの。どうしよう。どうしようかな。スーパー行くか。まあでものんちゃんいないと寂しいな、ちょっとな、ちょっと寂しいね、のりこがいないと。デカビタ、まあうまいんだけど、なんだろう、なんか、いやうまいんだけどデカビタ、なんかね違うかな。デカビタ美味しいけどね、なんかたまに飲むものっていうか、1年に1回飲んでああ美味しいっていう感覚、常備飲みたくない。なんか味が濃いっていうか、なんか違うね、濃いの好きなんだけど、なんだろう、ちょっと違うんだよねデカビタは。あと瓶っていうのがでかい。瓶なのがちょっと俺の中でないんだよ。瓶捨てんのゴミが大変だから。なんか美味しいドリンク探そう。あ、期間限定なんだ。デカビタ関慎吾だっけ。なんかね、メロンないね。メロンカルピス、デカビタペットボトルだとなんか違うじゃんいやデカビタないよ。デカビタは俺は1年に1回なんか親戚の家とかで飲むもんだと思う。なんか常備飲むものではないんだよね。
あとデカビタよりもオロナミン C の方が美味しい気がする。だからデカビタ系で言ったらマッチの方がうまいね。たまに飲むとうまいんだよ。で別にまずくないんだけど常に飲むって感じじゃない。で日曜日もさ、かぶってんだけどさ、ドクターペッパーはまあね、ハマるときハマるんだけど今ブームじゃない。でもあのモンスターエナジーとレッドブルやめる。なんか最近心臓がマジで痛いから、これ多分ね飲みすぎて運ばれる。1日ね 2,3 本飲むから。特にねあのでっかいペットボトルのモンスター飲み始めてからなんか動悸っていうのかな、心臓が痛いんだよね。今缶になってんだ。オロナミン C のサイズでいいんだよ。飲みすぎだね。ちょっとなんか飲み物を考えよう。あーちょっとうまそう、オロナミン C とヤクルト。デカビタはねちょっと量が多い。ちょっとでいいんだよ、うん、だから俺の中でデカビタはなんか5ミニとかと同じ、なんかたまに飲むもの。アメリカの方が多いからね、あのカフェインが。スーパー来た、涼しいな。映像切るか。なんかバグってんな。ないです。はい。
5000円で。はい。はい。レシートいらないです。はい。651。はい。どうも。飲み物ゲット。お、くるくる？見えてる？くるくる？いい飲み物ゲットっすよ。最高の飲み物ゲットした。なんかラグったっぽいな。ラグってる？どう？見えてる？ラグったかな、これ。なんか、タイムラグを解消するボタンとかあんのかな。飲み物ゲットしました。見えてんのかな。うん、治った？見えてる？いや、見えてないっぽいな。すげえラグってんな。1分ぐらいラグってんな。会計か今。僕が今日選んだドリンクは4種類です。メインこれね、ヨーグルジョイ。これはなんだか分かんないもの、やっぱ冒険の心、ワクワクする心を忘れてはいけないから、とりあえず子供の心を取り戻そうということでヨーグルジョイ。こういうの意外と当たる。で、今日のメインドリンク、ストロベリー、ピーチ、オレンジのミックス、ブドウとかのミックスで、ブドウ。やっぱ健康を意識して、フルーティーな男でありたいということで、ブドウ。まあ、とりあえず、まあ、ピーチ、ストロベリーの、こんな感じです。うまいの？当たり？ヨーグルジョイ、ちょっと、家で飲みましょう。まあミックスな男でありたいからね。あとフルーティーさをアピールしていきたい、うん、やっぱり和道はフルーツがよく似合うねっていう、うん、いや飲み物しか買ってない。すき焼きがあるから家に、うん、すき焼きが。水道水飲むよ。最近飲んでないけど浄水器が欲しいね。リスナーさんからもらった浄水器ぶっ壊れたんだよね。なんだ、水道水をさ、つけるやつあるじゃん。あの浄水器欲しい。あれ、一言コメントが入ってねえな。なんだろう。バグった。はい、チャムいらっしゃい。よいしょ。1,2 年ぐらい都会に一人暮らししたい。いやー、こんなところ人が住む場所ないよ。これさっきのタワーマンション見せるよ。これ。これが、その、日本一高いタワーマンション。バケモンション。これが家から歩いて1分。やばいぞ。60階建てとかなのかな。人間狂気だよ、狂気。ラグかな。一回出入りしてください。更新してください。いや、多分1分ぐらいラグ出てる人がいる。
だって今ね2時18分だもん。多分2時16分ぐらいの世界で生きてる人がいるんだ。はい、かいらっしゃい。フワチャリありがとう。有料アイテムもよろしくね。栃木か、栃木のどの辺かによるよね。うん、俺は成田がベストだったよ。あ、まあねえやわ、あれだね。うん、ラグってない。よいしょ。バガーありがとう。ねえ、ありがとう、いつも。リアルタイムで見えてる。宇都宮とか都会だよ。めちゃめちゃ都会だよ。宇都宮だって、栃木の、ねえ、栃木が誇る宇都宮。宇都宮かなり都会だよ。KP ありがとう。ナスとかなんもない。ナス塩原とかあれ観光地でしょ。住むところないでしょ。いやだから成田がベストだよね。横浜も俺都会だと思ってるもん。東京は住みづらいよ。もう気が狂うよ。なんかもう人が信じれなくなるよ。心がすさむ。沖縄の人とか北海道の人とかピュアミン多いもんね。めちゃめちゃ心が綺麗。もう東京に住んでるってだけでもうね、なんか人を勘ぐったりとか、もうなんかすごいよ。あ、でもコーヒー飲みてえな。フルーティーな男になるって決めたけど、コーヒー飲みてえな。コーヒー飲みてえ。どうしよう。ミルクカフェにしようかな。どう思う？俺フルーティーになるって決めたんだけど、どうしよう。フルーツドリンクいっぱい買ったのに。でもやっぱコーヒーが似合う男でもありたいからな。いらない？いや、やっぱカフェインが欲しくなるんだよね。うん、買う？どうする？いらない？いっぱい買ったからいいか。家にもある。家にないよコーヒー、うん、フルーティーな、フルーティー系男子でいたいから、うん、フルーティーはどう？いや、フルーツジュースいっぱいあるからいいか。コーヒーないときついね。コーヒー買おうかな。どうしよう。いや、カフェインガンガン取って心臓が痛くなったから、健康的なイメージアップのためにフルーツを買ったのに、うん、あ、そっか、マックのやつあるだ。そうだ、たまたまありがとう。忘れてたわ。カフェイン依存症だね、完全に。タバコとニコチンとカフェインがないと生きていけなくなっちゃった。あ、ちなみに言うと、この通り、そこの、ここ渋谷この通り渋谷、ここ渋谷なの。ここ渋谷で、ここを渡り切って、もう、はい、新宿。本当だよ、ここ新宿で、向こうの通りが中野。面白いでしょ。ここ新宿で、ここ渋谷で、向こう側が中野、うん、すごいでしょ。だからまだ古い土地が残ってんの、うん、いや、わけわかんないでしょ。いや、ただ区境に住んでるだけだよ。ただ、さ、あ、ていうか自転車あるから自転車で行けばよかった。暑い、うん、俺鍵閉めないよ。鍵閉めない系男子だから。あ、誰かいる。あ、涼しい家の中は。よいしょ。じゃあ飲んでみようか。
ただいま。自転車ね、パチンコ屋さんのね、なんとかなんとかで当たった、なんとかイベント祭みたいなので、パチンコやってたらもらった、そう、一軒家みたいな。飲んでみよう、熱い。じゃあこれ飲みます、これ飲みます、ヨーグルジョイ。何売ったっけな、あのウルトラマンセブンってやつをね売った、うん、ウルトラマンセブン。よし、いただきます。ヨーグルジョイのこれ飲みます。オッケー、美味しいのかな、うん、人魚の涙です人魚の涙って書いてある、よくわかんない、新しいやつなのこれ。フォローありがとう。いや別にね、盗みたきゃ盗めって感じだから、うん、いただきます。嘘でしょ、うん、おお、え、なにこれ、え、めちゃめちゃうまいんだけど、ん、ん、なんかね、ピルクルとヨーグルトを薄めたような、めちゃめちゃうめえこれ、うん、なんだろう、ヤクルトとか薄く割ってなんかヨーグルト風味みたいな、うまいね、うん、うん、あ、でも量が少ないねなくなるの早えな、うん、まっ、もう一本いこううん、まっこれ、え、なにこれ、じゃあもう一本いきます。空飛ぶ絵本とガラスの靴って書いてあるね。いや、うまいよね子供用。お風呂行ったら、うん、欠点は量だな。いや、めちゃめちゃうまい、うん、いや、めちゃめちゃうまいんだけど、これ大人用のパッケージにしたら売れるよ、うん、うんま、なにこれ、しかもこれでタンパク質 1.3 って結構入ってんな、タンパク質結構多いぞこれ、うん、うん、うんま、すぐなくなんなうん、もう一本いくか、うますぎるよこれ、うまっ。いや、この量はすぐなくなるな、これ取っとこう、うん、うん、早いな、ちょっと量だなこれ、うん、125ミリってな、やヨーグルジョイ、ヨーグルジョイうまいな、これ当たりだな、量がね、3歳児とかの胃袋の大きさだよこれ、うん、3歳児。いや、俺水ガバガバ飲むからね、水太りって呼ばれてたからね、俺小学2年生の時のあだ名水太りだったんだよね。すぐなくなんな、これうまっ、しかも健康にいいって書いてあるな、うん、ふわちゃりありがとう、これは取り合いになるね、うん、兄弟喧嘩が始まるやつだね。なんだよ、子供いいもん飲んでるな、子供向けだよこれ、だってアンパンマン書いてあるからね、子供向けでしょこれ完全に。あ、でも冒険してよかったなこれ、やっぱ子供がね
うまいのは子供が飲んでるやつ、子供のやつの方がうまいんだよ。卵ボーロとか、うん、よいしょ。あ、初見さんとかいらないです、うち。あのフォロワー限定放送なんで、はい、初見とかいらないっす。フォロワー限定放送なんでブロックしますよ。勘弁してください。初見とかいらないんで。ああ、喉が潤ったな。ペロペロヤクザだから。そう、初見だからって あ、もてなされると思うなよ。初見だから何なんだよ。偉そうにしてんじゃねえよな。何が初見ですね。初見だったら何してもいいのかよ。お米炊いてない。初見なのにそんな横柄な態度あるかよ。何が初見ですよ。そんなの人間として間違ってるだろ。何が初見ですだよ。偉そうだろ。初見ですみたいな。初見です、なんだてめえってなるだろ。会員制高級ラウンジだこっちは。偉そうに、いや打ってるでしょ、俺にはそう見える。初見です、はあ？知らねえ。喧嘩打ってきやがって。何アピールなの？初見ですって。初見だったら態度を変えると思うなよ。だから甘やかしすぎなんだよ初見を。他のベテラン配信者がなんだよ初見ですって。俺が聞いた？俺聞いた？いやだから初めまして、初めて見させてもらいます、フォローさせていただきました先ほど、今後ともよろしくお願いしますって言えばいいじゃん、うん、あ、うちフォロワー限定放送だから気をつけてね。映画の撮影順調だよ、うん、順調、いい感じだよ。いや他の何なの初見ですって聞いてないじゃん。こっちはさ、ヨーグルトドリンクが美味しいとかさ、量が少ないとかそういう話してるのに割り込んできて初見です、はぁ？いや、はぁでしょ。俺聞いた？聞いた？俺企業面接だったらさ、そんな質問してないことを急に言われてもさ、何事みたいな、うん、意味が分かんないよ。何アピールだよ、うん、ねえねえ聞いて聞いて、俺ね免許ゴールド。はあ？ってなるでしょ全く知らない人に街中で。すいません私英検3級って言われたらはぁってなるでしょ。俺されてんの一緒だよ初見です。なん、何、誰お前どこの誰、聞いてないから。
何アピールなんだろう、どっから始まったんだろうな、初見ですって言わせるなよ、何なんだろう、初見さんいらっしゃい、楽しんでってね、初見さんいらっしゃい、居酒屋かよ、何なのあれ、初見さんいらっしゃい、誰が始めたの、すげえムカつくわ、米炊く、お茶どうぞ、ほんと腹立つよね、いやだからそれはだからあれだよ、もう割り切ってやってた、本当はやりたくなかったんだ俺も、初見だから何なんだよって引っ叩きたい気持ちだったよ、もう俺は変わったから、初見にも厳しいから、子さんにも厳しいから、フォローしてないやつはブロックだから、もうガチガチに囲われる放送を目指してるから、アイドル、ネットアイドル和道だから、花火飛び交う枠、花火飛びるる、笑顔あふるる、初見拒む枠だから、知らねえよ、他のルールをこっちに押し付けんじゃねえよ、みんなの憧れ和道放送だから、いやもう俺はスタイル変えないよ、もう決めたんだよ、もう閲覧がどうとか、もうくだらないゲームから、もうリスワンも抜けた、閲覧も抜けた、初見も抜けたんだよ、もうコミュゲンだよ、コミュゲン、ニコ生でいうところの、もうガチガチに身内放送をやっていくって決めたんだ、閲覧3とか目指してるから、閲覧3、はい、フォローありが、あ、フォローじゃんや、チャリありがとう、アイテムありがとう、いやもう心がねボロボロになったの、もうネット民に心をボロボロにされて、だからネット民が作った悪魔だから俺、わかる？こう現代社会が生み出してしまった悪魔なの、そう、こういうやつ、こういう悪魔が誕生するっていうのを世間に、もう初見です、初見さんいらっしゃいとか言ってる、そのもうビジネス、もう資本主義のゴンゲたちのせいで、そう、ふわっち資本主義のゴンゲたちのせいで、そうアンチが多すぎる、そう破滅に向かってるの、そう悪魔が生まれてしまったの、そう俺だってなりたくてこうなったわけじゃない、俺も初見さんいらっしゃいって言いたかった俺も爽やかに言って、俺だってそうなりたかったんだよ、初見さんいらっしゃいって、あら素敵、フォローしますね、次の日にはもう花火飛び交う枠を目指してたけど、俺には無理だったんだよ、そう心が壊れてしまった、アンチが俺を壊した、ひねくれてしまったから、そうサタンだよサタン、どうしようかな、ブドウ飲もうかな、ブドウとミックスジュースどっちにしようかな、とりあえずこいつは保管しよう、明日飲もう、明日の朝一飲んで、こいつは2本ある、2本ある方と1本のブドウか、あ、ブドウか、ブドウかミックスかで迷うな、ブドウかミックスか、あーどうしよう、ブドウミックス、いやブドウな気分なんだけど、ブドウ1本しかないかな、シェイクは飲まないとやばい、
ただね、甘ったるいシェイクだからもういいや、寝る前に飲む。すっきりぶどうだよね、やっぱね。え、朝？今じゃないの？なんだろう、喉乾く。こいつね、美味しいんだけど、めちゃめちゃ喉乾くんだよね。あの、わかる？ループ系ドリンクあるじゃん。ずーっと飲まなきゃいけない。もう、お口直しにこいつを飲んで、もう、ループしていくパターンの、これ、粘っこいの。ぶどう飲みたかいのに、ぶどうにしよう。ぶどうにするわ。だから、こういうことだよ。アンチコメントが聞きすぎて、リスナーの言うことを、こう、聞かなくなってしまった。朝ブドウ飲もうよって言われると、ブドウが飲みたくなる。こう、現代史、この配信会が生んだ悪魔。ブドウ飲みます。リスナーのラジコンにはならない。いただきます、ブドウ。うん、不健康だね。うん、うまっ。うお、これうまいな。巨峰か？なんだ？巨峰だろ。お、巨峰だ、うまいな。うん。うん、うん、まよく振ってから飲め。腹立つわ、腹立つわ。飲んじゃったよ。よく振ってからって言われた。腹立つわ。くそ、もう飲んじゃったよ。振ってやるよ、振ってやるよ。書いとけよ、最初もっとでかく書いとけよ。ふざけんじゃねえよ。裏面チラッと見たら何チラッとか。ああ腹立つ、ああ腹立つ。くっそー、下の方にエキスが溜まってたんだな。うまい。うますぎる。大きく書いてほしいよね、フレって。あ、昔さ、なんかつぶつぶのゼリーの缶のやつ売ってなかった？フル、フル、つぶつぶのゼリーのうまいナタデココヨーグルトとか、あ、いっぱいあったよね、昔。うん、夏は蜂蜜レモンとか。うん、あ、もうなくなっちゃったよ。早いな。あー喉乾く。うん、フルフル美味しいよね。なんか遊び心がない最近。コカ・コーラばっかりになっちゃって、多様性がなくなった。多様性が、もう飲んじゃった。うん、なんかもっともっといっぱいあったよ、昔は。キラキラしてた、昭和は。昭和はいろんなものがキラキラ。今コカ・コーラばっかり。あー悲しい、あー現代社会悲しい。あーあー外資系、外資系ですよ。なんだか、あピュッてなった。外資にみんなやられてる。くそー、出たな、ピュッて。紙パックのダメなところここだよね、ピュッて。ああびっちょびちゃ、潰せ。あーびっちょびちゃ、あーベッドびっちょびちゃ。あー腹立つわ。なんだよ、あーベッドびっちょびちょ。あーもう飲んちゃいないで、これ大変だこれ。あーのりこのせいだ、全部のりこ。くそー、のりこめー、悪いやつだな、のりこ。なんでこういう時のんちゃんいないんだよ。のんちゃんがいたらすぐ拭いてくれんのに。腹立つな。
くそー、外資系めー、くそー、ベッドが広いな、ベッドが広いな、よ捨て人だから、もう俺は奈良で、俺はもう世を捨てたんだよ、奈良県警に逮捕された時俺はもう死んだんだよ、島津高光は死んだんだよ、和道というモンスターが生まれたんだよ、和道というガバメント、国家権力に駆逐されたんだよ、あの瞬間俺は人間様たちの作ったガバメントが俺を滅ぼした。一人ですき焼き寂しいよ。いやかっこいいでしょ、ナガールジュナだよ、ナガールジュナ、だからのんちゃんに電話したけど出なかったから、のんちゃん電話出なかったから、暇だな、わかんない、おこかどうか、俺今からゲームクリエイター目指そうかな、プログラムを覚えて、ゲームクリエイター、ゲーム作ろうか、ゲームプログラミングを覚えて、ドット絵でゲームを作ろう、ゲームをみんなで、でそれをアプリにして、で課金させます食って、で人儲けしようよ、それとワドドラ、ワド&ドラゴン、だいたいねタイトルにドラゴンをつけると当たるんだよ、これ分かってるから、ワドドラ、ワドドラ流行りそうじゃない、ワドドラ、はいおかえり、うん、プログラマーを、リスナーさんのプログラマーと、うん、いやワドドラ、いやリスナーさんが絵描けるし、あの俺も絵描けるし、この前ドラえもん描けたから大丈夫だと思うよ、あとはプログラムを作れるやつが、それ大ヒット、課金
課金課金。1000億年間売上げ、リリース2年目で1000億目指そう、うん、和道ドラ、いやめっちゃ忙しいよこれから。多角経営だから、これからの時代は多角化経営だって言ってたよ。いつまでもぬるま湯に使ってたらダメだって言ってた。今の時代こそ多角化しないといけないって。でジュース飲もう。とりあえずジュース飲もう。誰が？松下幸之助、ピーター・ドラッカーが言ってたよ。ピーター・ドラッカーが、うん、うん、うまっ。よし、何やってんだ俺。一日なんかプラプラして本屋行ってなんかプラプラしてるだけだな。照明、カメラ屋さん行って照明見て、ジュース3本飲んでる。4本目か。何やってんだろう、ケンタッキー食って。今日何にもやってねえわ。いや、ジュース食って、ジュース飲んでケンタッキー食ってるだけだわ。何にもやってない今日。カメラもやってないし、何にもやってねえな。でも大丈夫、みんなのスマートフォンでペットになってるから。ワド、たまごっちみたいなもんだよ。みんなのスマートフォンで飼ってるペットだから。キャッキャッつって、キャッ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 つって。だからたまごっちの超リアルバージョンみたいなもんでしょ。あ、うんこしたとか、あ、うんこしたぞとか、あ、ご飯食べてるとか、うん、のんちゃんにアクセサリーのプレゼントしたことある？あるよ。あの T シャツ5000円で売ったよ、うん、ほらここにあるよ。リスナー24800円の T シャツを5000円で売ってあげた。ほらこれのりこのやつ。ワドって書いてあるでしょ。アパレル。全然。結構買ってもらったよ、のりこには。鳥に餌やったよ。さ、水変えてあげるか。古着屋で500円のセーター買ってあげたしね、うん、指輪とかネックレスとか高いじゃん。高いから買ってない。でも炒飯とか食わせてたから大丈夫だよ。高級炒飯に連れてって、あのドリア食わせてたから。ミラノ風ドリア食わせてたから。290円だった。俺はステーキ食ってたの、ね、うん、イタリアン食わせた。あとアメリカ発祥の本格ハンバーガー屋さんにはもう週3回連れてってた。アメリカ本場の、本場アメリカの本格ハンバーガー屋さん、
超本格ハンバーガー屋さんに連れてってた、ね、うん、それはもう週3回連れてたから幸せもんだよ、うん、そう、うん、贅沢をさせすぎた。松屋とかスキー屋とかにも連れてったね。のんちゃんビッグマックが好きだね、うん、ちょっと甘やかしすぎたなね。セレブをそう、やっぱ庶民をセレブな感覚、セレブにしちゃってたから、うん、金銭感覚が狂っちゃったんだよ。あ、そうだね、もつつけ麺ラーメンも食わせてたね、並盛り。俺は全部乗せだったけど、もつつけ麺ラーメンとか食わせてたね。贅沢させすぎたな。なんで俺のりこの紐とか言われないといけないんだよな。こんないい彼氏いる？なかなかいないよ。イタリアンなの、アメリカンなの、和食の牛丼屋さんからねえ、至れり尽くせりだ、うん、いや、のんちゃんね、なんかね、俺と付き合ってから肉を食べるようになったんだって。もともと肉食べなかったらしいよ。のんちゃん動物大好きだから肉はあんま食べなかったらしいね。ベジタリアンっぽい感じだったらしい。一日メロンパン1個とかだった。ガリガリだったからね、出会った頃。飲んじゃう。ガリッガリだったから。のりこは結構いろんな枠見てたから、便所太郎さんのオフ会とか行ってたんだよ。便所さんは俺の彼女に、俺と出会う前から便所さん知ってたんだよ。香川さんとかも知ってるもんね。メロンパンが好きなのは俺がセブンイレブンのメロンパン美味しいって言ったからそればっかり食ってたんだ。セブンのメロンパンはすごく美味しいって、俺が生活保護の頃にセブンのメロンパンをよく食ってたから真似て食ってたんだ。だこってこての和道リスナーだから、俺がメロンパン美味しいって言ったらメロンパンしか食べないような生活、もうほんと嘘みたいなネット民だから。茶髪だったね、もともとね。髪の毛明るかったよね、もともと。金髪っぽいと、ね、俺が初めて会った時金髪だったのかな。化粧なんかあれだよ、会うたんびに毎回化粧してたんだよ、のりこ。いつからか化粧しなくなったんだよ。で、風呂に入らなくなったんだよ。そしてね、最近は歯も磨かなくなったんだよ。どんどんおかしくなってんだ。出会った頃なんて毎日化粧して、毎日おしゃれして、ね、毎日、その、ちゃんとしてたのに、ブラジャーもちゃんとしてたんだ。服を着替えなくなり、風呂に入らなくなり、歯も磨かなくなったんだよ、ついには。いや、毎日風呂入ってたんだよ、うん、いや、ちゃんとね、付き合いたての頃はね、ちゃんとお風呂入ってたしね、ちゃんといい匂いしたんだ。
あ、最近はね粘土みたいな匂いするから、頭から頭から粘土みたいな匂いするから、お願いだからお風呂入ってって言ったんだよ俺が。臭くないもんっつって、臭いよっつって、うん、そう、俺が出会った頃なんかそうだよ、12歳若かったんだよ。出会った時は35歳だったんだよ、うん、なんでだろうね、うん、お風呂嫌いなんじゃないの、知らないよ、加齢臭なのかな。いや、ただ単純に風呂入ってなかったら粘土みたいな匂いするの、うん、でもダメだよ、女の人がお風呂入んなくなったり化粧しなくなったり、いやダメでしょ、頭から粘土の匂いする女を抱こうと思う、うん、いや、わかんない、どうなるのか、わかんないよ、そんなの。リスナー的にはもうどうした方がいいと思うのかね。じゃあ俺もちょっともね、もうこればっかりはね、別にのんちゃんのこと嫌いじゃないよ、でもねちょっとね、やっぱねちゃんとしてくんないと、それは、いや別に粘土の匂いとか別にそんなに文句ないの、でもさ、やっぱりさ、そのちゃんとさ、やっぱさ、メイクしたりさ、服を着替えたりさ、まあなんつうの、働けとは言わないけど、別に俺も働いてないから、たださ、まあなんつうの、なんかあるじゃん、なんかちゃんとしてほしいよね、なんかこう別に遊んでてもいいから、うん、さ、歯磨くとかさ、風呂に入るってさ、それダメでしょ、うん、それでね浮気だとか言われてもね、いや浮気じゃないしっていう、最低限の身だしなみっつうか、なんつうんだろう、そのパートナーに失礼だよやっぱり、それはだから、オカリナさんとか綺麗にしてるもんやっぱり。まあオカリナさんを引き合いに出してもね、あの人はすごいしっかりした人だから、うん、やっぱ鮫島さんもほら身なり良くなったり影響があるわけじゃん。そうそう、我慢するのはダメよ、依存はダメだよ、共存しないと。決まり事作れっつってもさ、っていうかさ、もうなんつうんだろう、飯代とかも自分の飯代ぐらい自分で出せよって思わない？で、住むんだったら家賃半分出せよって思うんだけど、うん、いやオカリナさんすごいしっかりしてるよ、俺何回か会ったことあるから、てかもう10回ぐらい会ってんじゃないかな、飯も何回か一緒に食ったことあるけど、すっごいしっかりした女性だよオカリナさん。あ、鮫島さんの性格に影響を与えるって相当だかんね。だから鮫島さん超小綺麗になったし、なんかファッション雑誌読んでるんすかっていう感じになったしさ、部屋も超綺麗でびっくりしたよ。オカリナさんと出会う前なんかさ、部屋もゴミ屋敷どころじゃないんだよ、カルピスの中にペットボトルな、パンパンになったカルピスのペットボトルあったから、中身捨てますよっつってひねった瞬間バーンって指がはじけ飛んで、銃声みたいな感じでみんなでギャーっつったんだから、なんか誰か発砲したみたいな、いやカルピスの蓋開けただけです、超痛かったもん、パーンって指が弾け飛んだんだよ、汚ねえよほんと、うんことか転がってたかんね、マジでほんとだよ、犬のうんことか平気で転がってるような部屋だったんだもん。いやすごいびっくりしたよ、超綺麗だったもん部屋、いやほんとだよね、ねえやね、 YouTube に残ってるよ、俺と便所太郎さんで鮫島さんの家行ってクリスマスパーティーやったんだもん、いやわかんねえ、そうミントのうんことかのすごかったよほんと、めちゃめちゃ部屋綺麗だったもん、ほこり一つなかったもん、びっくりしたよ床が見えて、嘘じゃないよねほんとだよね、もうなんかなんつうの、食器のあそこの棚の中ヘドロみたいになってた、でカップ麺の捨てたやつとかいっぱいあって、もうザ配信者の部屋だったもん、
あ、お、なんか鮫島さんに聞いたらオカリナさんが業者呼んでもうこれ金の問題じゃないからって言ってなんか15万ぐらい流行って業者に全部きれいにしてもらったんだって、いらないもん捨てて。そう、いやオカリナさんが業者呼んだんだって、これもう業者レベルだっつって。うん、いやオカリナさんすごいよほんと。いや服もきれいになったし、うん、考えられないよ。いやだから鮫島さんはオカリナさんともう結婚するべきだと思ってるから、もうね鮫島さんはオカリナさん以上の人多分出会わないと思う。オカリナさんだから彼女だよ。あ、絶対あの人、あの結婚するとまでは言わないけど、あの人がもうあの人以上の人現れないよ絶対。まあ俺が言うことじゃないけど、傍から見ててそう思う。めちゃめちゃいいよ。うん、うん、あれはだってリスナーさんも認めるでしょ。うん、オカリナさんいないダメだってなるでしょ。それは鮫島さんが一番分かってるだろうけど。誤解を受けてるけど、あの鮫島さんが働く働くって言ってんのってオカリナさんは働けって言ってないんだよ。オカリナさんは配信者のあなたはそのままでいいって言ってんの。あなたはできる人だから今のやりたいことやってていいんだって言ってんの。困ったら私が食わせるって言ってたんだよ。で鮫島さんが自分の意思で働きたいって言ってんの。うん、すごい珍しいんだよ。普通パートナーが働けって言うじゃん、逆なの。あなたはネットでもういいんだから、鮫島でいいんだからっていう。でもともとリスナーだから私が食わせるからっていう、そういう人の。すごいよ本当に。鮫島さんはだから原発で働くっつって生主で原発働いてる人を紹介してもらったけど、素行が悪すぎてあんまりにも文句ばっかり言うから、その紹介してもらった生主にぶん殴られたっていう人だよあれ面白かったよな、マジでぶん殴られた。あまりのクズっぷりにぶん殴られてた。あれ神回だったよね。配信中にもう隣のその人が我慢できなくてバカーンぶん殴って、そうあれすごかったよな本当あれ原発で働いてたよね福島でね。うん、いや結構その時有名な神回だよ。結構もう大炎上したもん、鮫島さんがぶん殴られたっつって思いっきりぶん殴られてて、あれはねすごかったよね。うん、いや俺は絡みないけどね、その時その時の鮫島さん怖かったもん。鮫島さんとだけは絡んだらダメって言われてさ、業界のタブーだったから。嫌われてるとかそういうレベルじゃない。でも鮫島さん意外と資格持ってる、もうシャークって呼ばれてる。いや鮫島さんが今奇跡なんだよ、アメジンとか俺を可愛がってる時点で。もうなんつうんだろう、もうなんだ、今で言うと誰なんだろう、もう絶対に絡んだらいけない人っていう、もう業界でも暗黙の了解の。もう電話もかけちゃダメだし、名前も出したらダメだし、絡んだら不幸が訪れるっていうか、もう本当にそんな感じだったよね鮫島さん、ニコ生時代とか昔って。
もう絶対に敵に回しちゃいけないし、敵に回すどころかもう触れるなみたいな。で誰とも潰れるものは一匹狼だったんだもん。みんな関わらないようにしてたもん。だから FC2 に行ってから変わったんだよね。まあ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 、いや上手に扱えるとかじゃなくて、まあ可愛がってもらってんの、可愛がってもらってんの俺とアメジンじゃないの。まあ狂犬だよね本当に。いやめんどくさいとかそういうレベルじゃないもう。もう触れちゃいけない人だったの。丸くなったよな本当に、よくよく考えると。そんな変わったとかそういうレベルじゃないから。俺だから鮫島さんに俺からその変な連絡はしないって決めてる。その変なコラボとか、もう要は大型の企画で捨て頃のもうここだっていう時にしかお願いは絶対しない。自分のなんかコッパみたいなイベントとか呼ばない。要はそのなんつうの、失礼になるから鮫島さんの。一応あの人レジェンドの中の一角だから、やっぱそこの尊敬は忘れたらダメだから。俺とはキャリアが違うのよ。みんな知らないかもしんないけどさ、鮫島さんってうなちゃんマンより古いんだよ。今現役で、ずっと現役でずっとあの閲覧集めてんの、永井先生より、永井先生の方が古いのかな。でその次鮫島さんの、その次うなちゃんマンの、あれ化け物なんだよ。現役で10年やっててずっと閲覧1000、2000とかもっと多い時はあるじゃん。あのレベルでやってんのって超すごいかんね。いや捨て頃に出てくれるって言った時俺感動したもん。本当に出て、であんなイベントに出るなんて考えられなかったもんね。ありがとうテミ。今11年目か。だって配信サイトがない頃に、要は自分のパソコンをサーバーにして Windows メディアプレイヤーに人を集めて放送やってた人だよ。意味が分かんないでしょ。サイトがなかったんだよ。要は2チャンネルとかで今生放送やってるから見に来てって言って URL 貼って自分のパソコンにアクセスさせてたんだよ。そんなの聞いたことないじゃん。だからあの人はね、配信界の宝だから、なんかもっとね周りはリスペクトすべきだよ。あのね、働かせたらダメ。あの人、あの人はもうなんか、なんつうんだろう、文化遺産とかそういうレベルだから。永井先生とかとちゃんとね、リスナーさんがね守らないといけないんだ。それこそね、紐にさせたらダメなんだよ。あの人が100万200万稼いで当たり前なんだから。いやめちゃめちゃすごい人なんだよあの人。だってうなちゃんマンってもともと鮫島さんに売名してたんだよ。だから石川紀之と鮫島さんが2人で仲良さそうに楽屋で話してるのを見て感動したもんね。絶対ありえないことだから、昔からすると。のりゆきさんものりゆきさんでも狂犬だったから、すごい絵を見たなと思って。俺はたから見てたけど、あ、サメちゃんみたいな、あ昔いろいろあったねなんて2人で話してたもん。楽屋は奇跡だったよ。あれ配信 V 残してないのがもったいないぐらいだよ。昔のもう5年ぐらい前を知ってる人からしたら絶対にありえない絵面だから。いや DVD 買う価値があると思うよ本当に。 DVD すぐ売れんじゃん。1000枚ぐらいしかすらないって言ってたから、DVD 買った方がいいよ。なんか格闘技ショップで売るとか言ってたけど、まあ物販で自分で売ると思うよ。便所さん金儲け好きだから。まあでもリーズナブルだよね、5000円って言ってたから、まあいいんじゃん。まあだから楽屋の秘蔵映像何個か出てくるはずだから、なんか定点カメラで回してたよ楽屋の風景。あ、楽屋ってこんな感じなんだっていうね。もう配信者スイッチ全員切ってるからね、配信回ってないから。素の配信者がいっぱいいるんだ。
あ、わかんねえな。もう伝説が多すぎてわかんねえ。いや、力也さんとかも懐かしいよね。ていうか力也さんも戻ってこねえかな。力也さんなんかもう超面白いのにね。いや、ていうかゆいがさんはもったいねえんだよな。なんかだからゆいがさんとかちゃんまんの悪いところってもう時代が変わったわけじゃん。鮫島さんも時代に乗っかってるわけじゃん。もうこうやって後輩育てるとかやってるのに、いまだに俺はレジェンドだっつって後輩にバカにされてんだよ。ツイキャスとかで売れた人たちにネタにされてて、でもうお山の大将状態なわけじゃん、ゆいがさんとかちゃんまんとかって。もう閲覧さバン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 抜かれてってさ、だからイベントとかでさ、それこそオーガナイザーとかいろいろできるのに、ポジション的にプライドが邪魔してできないんだよね。伝説の一人だよ鮫島さんは。だからちゃんまんが売れてない時もうどか育った頃売名しに行ってたんだから、それで手のひら返してライバルになったんだもん。それで鮫島さんが特定したりとか嫌がらせするようになったんだよ。金太郎さんチャリありがとう。ニコ生時代とかの前の人だからね。頭固いね、ゆいがさんとちゃんまんは。だいたい俺の感覚からするとゆいがさんが俺のことをいじってる時点でもう終わってるんだって。昔はちゃんまんも鮫島さんも誰も俺の名前をまず相手にしなかったのよ。まあまあね、最近閲覧増えてきたからあれだけど、俺なんかもうさっきの豆くんみたいな扱いなのよ本当に。あ、配信者なんだみたいな、頑張ってねみたいな、ほんとそんな感じだったよね5年前俺がニコ生始めた時。はい、おやすみ。だからもうなんか、あ、ゆいがさんが俺のことネタにするぐらいネタがないんだって、もう時代変わったなってもうがっかりするもん。どしっと構えときゃいいんだよ、出ればいいんだよ求められてるものは、と俺は思うよ。もう時代は変わったんだから。あのゆいがさんとかちゃんまんとかが毎月100、200稼いでて当たり前ぐらいにしないとダメなんだよだから七原くんなんてもう暗黒への当てつけでしょ。もともと暗黒リスナーが七原くん七原くんって言ってんだから。いや、みどりさんにああなってほしかったんだよ。いや、絡める人っつうか選んでるね、ちゃんまんとゆいがさんが選んでる。要はなんつうの、昔の価値観でやってんの、古い価値観で。要はレジェンドクラスじゃないとコラボしないよみたいな、俺はそんな安くないよみたいな、だからバカにされちゃうんだよ。まあ世代交代だよな。まあだから石川の隆起とかすごいと思うよ。みんな口揃えて言うもん、石川の隆起は別格だって。これはもう業界の中で当たり前の、頭一つ抜けてるなっていう、のりちゃんはっていう。でもそんな中でやっぱさ、その着々とまだ力をつけてる野田とかもすごいよ。野田まだ牙研いでるからね、まだまだ成長するから。だから結局出会い中だったってことでしょ、うん、そうそう、一部のリスナー囲ってるだけだよあんなの。ゆいがとかうなとかはもう終わったんだよあんなコンテンツ。いや野田はねまだまだ伸びると思ってる。もうやっぱ弾丸塾の時思ったね、面白さが数段上がってるし、ニコ生公式とか見てても野田がいないと成立しないぐらいになってるから。っていうかもう完全にね、実力で言ったらみどりさんを食ってるんだよ、はっきり言って。みどりさんはその権威があるからなんとかなってるけど、プレイヤーとしてのスキルで言ったら野田の方が面白かったね、単純に。実力的には実力がもう完全に野田の方が上、安心感安定感が半端ない。
まあ便所さんもね、プレイヤーと配信者としてっていうよりもオーガナイザーとしてどんどんね自分のポジション見つけていって伸びてるし、やっぱ変わってきたよね、その戦力図が。なんか七部会とかさ、海軍大将とかが入れ替わってきてる、うん、いや胸キュンすごいよ、絵になるっつうかね、やっぱ同業から見てすごいあれは、うん、やる気なくなってるっつうか、うん、いやでもすごいよやっぱ。まあいやだから、うん、だってさ今までさあんだけ暗黒だ暗黒だって言われてたのがさ、辛いと思うよ、月収20万切ってるんだよ、で養育費だのなんだのってかかってたわけじゃん。もうふわっちの感覚からするとなんでやんないのって感じなのよ。俺がだって40とか50稼げてんのめちゃくちゃ悔しかったはずなの。向こうは大手で、俺からしたらチャンネル初期組だからさ、ふざけんなっていつか超えてやるって思ってるわけじゃん。だけどそのいやもったいねえって思ってたもん。だから年収1000万に跳ね上がったわけじゃん。それは守りに入るでしょ。だからねもうね、結局ねやっぱ食うか 食わないかなんだよ飯を。だ急にさ苦しかった、もう10万ねギリギリの生活をずっと続けてきてさ、配信もオワコン化していて、やっとさ年収1000万で4年間食えるわけだから4000万入るわけじゃん。でその後なんだかんだっつってさ2期3期ってやってきゃもう人生変わるわけだから、それは守りに入るでしょ。ていうかもう俺ここ3年ぐらいやる気ないと思うよ、みどりさんは。ニコ生はもうなんだろう、七原くんが最後じゃないかな。ていうか七原くんが生まれたのが俺奇跡だと思ってるから。裏になんか脚本書いてるやついるんじゃねえかっていうぐらい面白いかんね、七原くんは。守りに入るとっつうよりもね、やっぱね芸を磨かないとダメだよね、七原一強だよね、うん。まあでも結賀さんがそこに風穴開けようとしてるけど、どうなんだろう、ちょっと弱いかな結賀さんと七原さんじゃ、実力が違いすぎる。まあ正直言って結賀さんじゃ穴埋めらんないよ。まあ七原くんがやってないからっつう、見るものないからの一個のパーツになっちゃってるよね。ユイガさん面白くなさすぎるもん、腕が鈍ってる。まあ年だよな、古いもん。いや米炊けって言われてもね、な俺に米を炊かせるの俺和道だよ、マジかよ。俺にスーパーに買い物に行かせたり、どういうこと、世界の和道なのに、マジかよ。どうなってんだよ。いや、そうか。いや、炊いてくれる人いないけど。いやーなんか飯使いが欲しいな。ね、誰かさ、100万ぐらいくんない、誰かいないの？ねえ。毎月100万200万振り込んでくれるリスナーとかいねえのかよ。そしたら飯使いの1人や2人雇ってさ、もうめんどくせえこと全部。どうなってんだよマジで。俺5年やってんだけど、ちょっと100万200万頼むよねえリスナーさんよ。囲って俺のこと。いつ俺にビル・ゲイツが来るの？ずっと待ってるんだけど。ビル・ゲイツさんよ。あったまきた！これ飲もう。うん。ヨーグルトジョイしか俺を癒せない。
頭きたわマジで。女雇うんじゃない飯使いを雇う。もちろんあれだよ、飯使い雇ったらいたずらとかするよ、それは当たり前でしょ。ちょろっとねお尻触ったりはするよ。うめえうめえ。いや宝くじとか夢ないじゃん、リスナーさんにお金もらいたいの、うん、いや解放はいいや、うん、解放はいいや、うん、うまいな。うん、うまし。あ、いいそう。お米炊きました。俺お金持ちじゃないよ、俺金持ちじゃないよ。俺はだ会社や会社っつってもまあまあネットワークビジネスとかやってて不労所得ね毎月40万ぐらい入ってただけ。あ、のんたんから連絡来た。のんたんからおはようございますって来た。あ、次枠行く。のりこから LINE 来たよ。生きてた。ちょコラボ枠やる。来たよ。引っ張った甲斐があったよ。引っ張った甲斐が。メインイベント来たよ。起きててよかったね。起きててよかったね。次役行く？よし、じゃあちょっと裏で連絡取って台本書くから。え、でもさ、俺さこんだけ頑張ってさ2時間喋って26円だから、ちょっとチップちょうだいよ。今からちょっと沸かせるからちょっとお小遣いちょうだい。さすがに26円2時間喋って26円嫌だから、次役頑張るからさ、ちょっとおこなんかバーガーとか花火とかちょうだい。うん、じゃあちょっとのりこに連絡して次はコラボワークするから。寄せ見てさんありがとう、ホトケンさんありがとう。ちょみんなちょっと少しずつちょうだい。トータルさちょっと2000円分ぐらいになんないの、なんとか。ハートありがとうねーや、生きてたね。テミーありがとう、ハートありがとう。ありがとうねーや、花火ありがとう、ありがとう。じゃあ次枠いきます、お疲れ。のんちゃんとコラボワークやるから、ちょっとのりことミーティングしよう。じゃあみんなフォローしてね。バカありがとう、テイミーありがとう、バカありがとう。よっしゃ準備しよう。お疲れちゃーん。